今日もサッカー日本代表のインド戦に、そしてプロ野球パリーグプレーオフは第2ステージに入りました。そしてメジャーリーグリーグチャンピオンシップも開幕して、今夜もニュース満載でございます。はい、そして驚きました、はい、競馬ディープインパクトが突然の引退発表、うん、後ほどポイントにチェックで特集します。さあ、まずはサッカーから参りましょう。オシムジャパンがアジアカップ最終予選に臨みました。その日になってみなければわからない注目のスターティングメンバーからご覧いただきます。はい、先週行われたガーナ戦からキーパーとディフェンスに変更はありません。中盤では左足太ももに張りを訴えていた遠藤選手に代わり、中村健吾選手が初の先発です。そしてフォワードでは J リーグ6戦連発男のバンド選手がこちらも初の先発となっています。それではオシムジャパン6戦目となるインド戦、マッチオブザデーでお届けします。すでにアジアカップ本戦出場を決めている日本にとって何よりも内容が求められる一戦。まずは前半11分、サントスのクロスに初先発のバンドが合わせます。さらにその6分後には鈴木啓太が山岸とのワンツーから抜け出し逆サイドへ、駒野がボレーシュートを放ちますが惜しくも枠を捉えきれません。そして20分、今野のクロスに山岸がこの折り返し、このボールに牧、そしてバンドが合わせますがポスト、さらに牧のシュートも枠の外へ。チャンスを作りながら決めきれない展開、決定力不足というキーワードが浮かび上がります。しかしこの嫌なムードを吹き飛ばしたのがこの男、23分にバンド、 A 代表2試合目で初ゴール、先発に起用したオシム監督の期待に応えます。さあ、これで流れは日本へというタイミングでこのハプニング、なんと会場の照明の一部が消えて試合は中断。これもアウェーの洗礼か。4分間の中断を経て試合は再開。この逆境に再び輝いたのはこの男、バンドがこの日2ゴール目。この角度のないところから頭で合わせ追加点、日本が2点をリードして前半を折り返します。後半に入ると日本は腰を痛めた水本に代え長谷部を投入、さらに牧に代えガナハ、バンドに代え佐藤久人をピッチへ送り出します。これで攻撃の姿勢を強めますが、3トップの一角山岸が足をつるアクシデント、交代枠を使い切っている日本、さあどうする。しかしその3分後、初スタメン中村健吾がこのシュート、およそ30メートルの距離から中村らしいゴールで3対0。終了間際にはピッチに犬が侵入するハプニングもありましたが、オシムジャパン、アウェーの一戦を苦しみながらも乗り越えました。今日の試合振り返っていかがでした。どっちの勝ちでしたっけ、どっちの勝ちですかって聞いてんです。だから、イグラーチームはサムティスタケルがチェックでスータイムスザーブルシー。I tako je bilo. Da, dao je Kengo još jedan izuzetno lijep gol i to je ovako uljepšalo poluvrijeme. Ali mislim, pošto je utakmica bila bez nekog velikog značaja, ne može čovjek ništa da im ne kaže. Jer treba računati s tim da je i putovanje i prvenstvo u Japanu, nakuplo se umora. Ne mora čovjek sad tražiti dlaku u jajetu i tražiti previše. Da li može ili ne igrati u selekciji, jer drugo je naše prvenstvo japansko, mislim, drugčije se igra, a drugo su međunarodni protivnici. Sigurno da ćemo vjerovatno igrati protiv kvalitetnijih protivnika, gdje ćemo kao što je Gana recimo, pa onda tek može čovjek nešto da kaže i da vidi. A na ovoj današnjoj utakmici teško je bilo kakav zaključak donijeti.